トラベラーチャンネル。こんにちは。 JST で海外ウェディングとハネムーンを担当している早川です。本日はこちら、海外専門旅行会社スタッフがアフターコロナにおすすめの1日400人限定ロードハウ島ということで、今日はオーストラリアのロードハウ島についてお話の方をしていきたいと思います。ロードハウ島って知らない方がほとんどじゃないかなと思いますが、世界遺産検定とか勉強したことがある方は知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はこういった自然の魅力満載のロードハウ島についてお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。今日お話しする内容ですが、こちらの4点になります。1点目、ロードハウ島ってどんな島。2点目、ロードハウ島への行き方は。3点目、ロードハウ島の楽しみ方は。4点目、ロードハウ島の見どころマップということで、こちら4点でお話を進めていきます。まずじゃあ1点目、ロードハウ島ってどんな島。今ちょっとね動画が流れてますが、ロードハウ島はオーストラリアの東海岸から600キロ離れた海上に浮かんでいる小さな孤島なんですが、ロードハウ島って海洋島っていって、小笠原諸島とかと同じようにどこの陸地ともつながったことがない島なので、この中には草花や鳥類などたくさんの固有種がありまして、そういうのが目的で行かれる方もいらっしゃいますが、先ほど冒頭にお伝えしましたが、400人限定っていうのは、実はこのロードハウ島って島全体がなんと世界遺産に認定されていまして、オーストラリアの、ちょうど行き方でご説明しますが、オーストラリアのシドニーとブリスベンからしか、島に入島することができないっていう、秘島なんですけど、ここに1日あたり実は400人しか観光客を受け入れることを、しませんよっていうふうにも国が法律で決めていて、でその少ない400人の方しか1日あたり島に入ることができないので、この島には本当に手つかずの自然がたくさん残っていて、でオーストラリア人も、なかなかこの島に行ったことがあるっていう方が少ないぐらい、オーストラリア人も、自然が大好きで、いろんな、そういうオーストラリアってそういう魅力的な場所がたくさんあるんですけど、このロードハウ島は憧れの場所だったりしますので、そのロードハウ島なんですが、実は、島の中に電線とか高層ビルとかも一切なく、携帯の電波もつながらないので、ある意味シンプルな生活を、生活というかシンプルな時間を楽しんでいただくことができる島かなと思います。島の中にはハイキングコースがたくさんあったり、スキューバダイビングのポイントも50か所以上あったり、本当いろんなリゾートに行ってきたけど、やっぱりどこかすごくいい魅力的なリゾートを探している方には、この島本当におすすめしたいかなっていう場所なんですが、この島への、次に行き方ちょっとご説明しますが、行き方についてなんですが、日本から、飛行機でブリスベンもしくはシドニー、ブリスベンまでがだいたい9時間、シドニーまでが10時間ぐらいの、フライト時間なんですが、ブリスベンとシドニーからロードハウ島まではだいたい2時間弱なんですけど、シドニーからロードハウ島までが、月曜日から金曜日までの運行、ブリスベンからロードハウ島が金土日の、週末運行ということで、先ほどもお伝えした通りで、1日あたり400人しかこの島に入ることができないので、単純に金曜日だけがちょっと重なっていて、200人以下のちょっと飛行機でロードハウ島に入るかなっていうような行き方になります。じゃあ3番目、ロードハウ島の楽しみ方はということで、4点ありました。1点目、ガワー山のハイキング&トレッキング。2点目がボールズピラミッド。ここすごいんですけど、このボールズピラミッド、世界一のピラミッド、スキューバダイビングって感じなんですが、3点目がネッツビーチ、シュノーケリングと水着ですね。4点目がアラジラリトリート。っていう、これはリゾートホテルなんですけど、ちょっとロードハウ島のおすすめのホテルをご紹介させていただきます。じゃあまず、丸1番から、いきます。丸1番ガウアーさんの、ハイキング&トレッキングということで、実はこのガウアーさんっていうのがこうトレッキングロードがもうずっとこう整備されていて、ただやっぱりこう世界遺産で自然保護の場所なので、ガイドさんがここを案内できるガイドさんがこの島に2人だけいます。実はこの島に住民、島に住んでいる人が実は350人しかいないので、その中の2人が、このガウアーさんの、ガイドをすることがこうできるっていう、2人なんですが、そのガイドさんに予約を入れて、しかも、週に2日、さらに5人集まらないとこの山の観光トレッキングが、ちょっとできないっていういろんなこう制約条件があるんですが、そのぐらい、ここの、トレッキングルート、景色だったりその歩くコースの魅力っていうのがかなりありますので、このロードハウ島に行かれる方の、多くがこのトレッキングハイキングに参加されてるっていうことなので、ぜひね、なんか、こういうちょっとこう険しいところも行く感じではありますが、ロードハウ島に行かれる際には、出発する前に、ぜひこのガワーさんのハイキングは、予約していかれるといいんじゃないかと思います。はい、じゃあ続いて、丸2番ボールズピラミッド、スキューバダイビングって書いてあるんですが、実は、このピラミッドみたいな、こう島がロードハウ島から南に18キロだったかな、18キロぐらい行ったところにこの、ボールズピラミッドっていうのがこうあって、で海食柱って言って、実はこの一枚岩なんですけど、この風とかこう波とかにこう削られて、こういう感じになったんですけど、高さが552メートルあって、エアーズロックの高さが348メートルなので、このボールズピラミッドはこの海食中っていう、そういうこう海に突き出ているこう岩としてはもう世界最大、一番大きい、岩っていうふうにこう言われていて、でこの岩はもう登ったりするのはもうかなり困難、超ハイレベルな人じゃないと登れないので、それはなかなか観光では難しいんですけど、この島はちょっとこちらの画像で見ていただくと、この周りに実は世界最南端のサンゴ礁がこう広がっていて、ここでの、スキューバダイビング、先ほどスキューバダイビングのポイントがロードハウ島には50箇所以上あるってお話ししたんですが、ここのダイビングスポットっていうのが世界最南端の、サンゴ礁がある場所ということでも、人気があって、ここは本当ロードハウ島へはスキューバダイビングが、目的で行かれる方も、いらっしゃるような、島になってますので、このボールズピラミッドは、スキューバダイビングの、ポイントということで、人気があります。はい、じゃあ続いて3番ネッツビーチシュノーケリング&餌付けということで、ここにちょっと大きい魚たちがこう群がってるんですけど、魚がこんな透けて見えるぐらいの綺麗な海の、ビーチ、ここがロードハウ島の一番人気の、ビーチなんですけど、ここで、ちょっと1ドル払って、餌付け用の、餌をちょっともらって、ここでキングフィッシュとかなんですけど、そういう魚に、餌付けをして楽しんだり、これだけこう透明な海があるので、シュノーケリングをこう楽しんだり、でここには、お食事できるレストランや、バーベキューができる場所があったりするので、そういった楽しみ方もこうできるので、ロードハウ島に行かれたら、このネッツビーチは、ぜひ行っていただきたい、観光ポイントになります。で、4点、アラジラ、リトリート。ここはホテル、リゾートホテルの名前なんですが、こうロードハウ島自体も島全体が世界遺産ということで、このリゾートホテルもその自然の中に馴染む感じで、高層階タイプではなく、こういうロッジ風な感じで、作られていて、お部屋の中も木でこう作られているところが多かったり、あとキッチンがついているお部屋とかもこうあったりするので、そういうこうちょっと長期で滞在する人にもおすすめかなっていうホテル。でこのホテルにはこういうハイキングコースがあったり、あと島のもうほんとすぐ目の前のこう海でこういうシュノーケリングを楽しんだり、シーカヤックを楽しんだり、あとレンタルサイクルもあるので、ロードハウトって車の、運転ドライブもこうかなり制限されているので、観光にはこの自転車が、使われているので、こういったレンタルサイクルや、ここですね、アーユルヴェーダーっていって、スリランカ発祥のこのアーユルヴェーダーのそういう施術とかもやってもらえる、施設、リゾートホテルなので、ロードハウ島に行かれたら、5つ星ホテルが、ここともう1箇所、あるんですけど、このアラジラ、リトリートのホテルがおすすめのホテルになります。はい、じゃあ最後ですね、4点目、ロードハウ島の見どころマップということで、さっきも言いましたが、ロードハウ島ってこう、長さというか高さが、11キロ、幅が 2.8 キロぐらいの、小さい島なんですが、全てが、世界遺産で、ここに空港、ここにこう空港があって、ちょっとした町がここにこうあるような感じなんですが、まず、ガウアー山ですね。ガウアー山がこう一番南のここにあって、ハイキング、トレッキングが楽しめる場所がここにあって、この辺は本当緑の自然が、豊富にあります。そこから北に上がってきて、こちらが西カーノコビーチにあるのが、アラジラリトリート。サンセットもすごくこう綺麗に見える場所に、ホテルがあって、その反対が、ここが、ネッツビーチなので、このホテルに泊まっていて、リゾートのビーチでも楽しめるんですけど、すぐ裏側のこうビーチに行くと、結構サンライズだったりとかにもいいかなっていうネッツビーチが、ここにこうあって、で、この、熱いし、こんな感じですね。で、ボールピラミッドっていうのが、ここから16キロかな、南のところに、ここがこうね、立ってる。ここがさっきのスキューバダイビングの、ポイント。世界最南端の、サンゴ礁がある、ダイビングスポットということで、本当に小さい島なんですけど、全てがこう世界遺産で、こう島に入って、観光ができる人数とかもこう決まってたりするので、やっぱりここは本当究極の幻の場所っていうふうに言われてるんですが、やっぱりこういろんなリゾートをこう行き尽くして、どこか落ち着いてゆったりした時間を楽しめる、もう携帯もねつながらないような場所なので、そういったところでのんびりしていきたいなっていう方には本当におすすめの場所になりますので、オーストラリアまでもアクセスしやすいので、プランを組んだりすることは全然可能なので、ちょっとこの島興味があるなっていう方は、ぜひ声かけてください。本日のご案内は以上になります。参考になっているっていう方は高評価とチャンネル登録をお願いします。では失礼します。